はい、こんばんは。今日も、ヒカル君へ見てからライブを始めたいと思います。あ今日も、おおむね史実通りの展開で、良かったんですね。うん。まあ、厚康親の少子が育てるということについて、あれ、戦士さん、きこさんが言い出したんだろうか。普通、 雪成がね、提案したというふうになってますけどね。雪成が一条天皇と道長とウィンウィンの関係に持っていこうとすれば、厚安親王を彰子が育てることが、これが最善の道であるで。確かにこれはね、最善の道なんです。だから一条天皇にとっても道長にとっても、ウィンウィンの道が厚安を彰子が育てるという。 いや、逆にこれ以外の道はないというぐらいで、さすがね、雪なりやという感じですね。で、雪なりね、ちゃっかり厚康の新しい新農家の別当になるんですね。これで厚康が、ひょっとしてですね、将来皇太子から天皇になれば、雪なりも厚康の 最側近ということでね、道が開けるというね、これ、雪なりにとってもウィンなんですか。雪なり、一条、道長、明日康、全員ウィンというね、こういうのを、ねまあ、考えなあかんないよね。あと、これ市川が復権しますけど、あ、そう、千さんが亡くなるんですね。この年、天使がまず亡くなって、それから年末に千使が亡くなって、で、これ市川が復権してきて、 で、新しい展開になるということですよね。で、ここの正義ドラマが一つと、あと、マクダノ・ソシと源氏物語の話がちらちらと出てきてましたね。清少納言さんが、マクのノ・ソシには、亭氏のいいことしか書かへんねやーって。 可視化内のマクランソーシーってね、低子を忘れさせないようにする。で、低子が忘れられないということは、これは熱々及び、これ自カにとって有利になるんです。だから、あの、マクランソーシーって、低子に対するレクイエムであるとともに、低子のですね、幻影を、 クローズアップすることによって、熱々親王をバックアップするというね、そういう機能を持ってるんですね。で、源氏物語が一条と少子をつなぐことによって、道長少子をバックアップしていくという役割を持っていたのと同じですね。あと、ため時の話が出てきてましたけどね。た、う、め、ん、時なんで 越前の国衆再任できへんかったんやろうね、うん。お金かな。越前でガッチリ稼いで。いや、ため時ほんまに越前の国衆再任希望したんやろうか。うん、そんなんわかりませんけどね。何の本にも書いてないからね、うん。越前から帰ってきて再任されなかったということだけで。普通に考えたら、 再任希望、町人ですね。再任希望を出すんだったら、稼いだ金をバーンとばらまいてですね、情報をですね、よろしくお願いします、ということで、道長かな、に、どーんと金をつかませてよろしくという。ため時、それせんかったんじゃないですかね、と。<laughs> 身も蓋もない言い方しますけど、<laughs> ため時の金の、 巻き方が足らんかったから、再任されんかったんちゃうんと。そしてね、ため,め時のねお、お金の稼ぎ方が足らんかったかなと思ってましたけど、いや、ずれを交換の定めで、税収が足らんとか、そんなことはなかったみたいだから、まあ無事に、小串の。 人気。国士の仕事ってとにかく税金集めてくることですからね。で税を集めてくる。この子は何関物か。名前ね。関物くじ。うん、関物集めてくるということはうまくいったんでしょうね。源義家みたいにね、君これ、下請け額に足りてませんやんって言って <laughs>、もうアウチになったのではないみたい。 なので、そうすると、情報にばらまく金が足らんかったんかなと思ったりなんかしますね。はい、今晩んんは。皆さんはどうでしたか今日見ていてね。うん。あ1個目のしょうもない話からしておきましょうかね。た、まあ、め時の話から。これはもう私は、えー、情報に金をばらまく量が足らんかったんやと。で、この時点ではため時は、 道長の引きはないわけだから。というのは、前から言ってますが、紫式部と、えー、道長はまだ出会ってないわけだから、従って道長の引きが亀時に対してあるということもないので、でもともと、あ、そうか、でも越前の神にしてくれたのは道長か。あだから道長と、えー、結びつきはできてるんか。うん そうすると、やっぱり道長の期待に応えられへんかったんかなダメ時はね。うん。なんだろうやっぱり中国人を追い返さなかったんだろうかよう、わからん。うん。私の情報で金ばらまくんがんかったんやというのはあまりにも三分的やね。私だったら三分的な人間やからね。うん。金つかまさんかったんか足らんかったんちゃうなんだって考えちゃいますけどね。次に、信孝さんが亡くなった。これは、 突然の亡くなり方やったんかな。まだ信孝はあ若くはないか。もう亡くなってもいいような年か。うん。で、それで、ため時と信孝の話は終わって、で、清少納言が枕草子を書き、書けたからって、眉弘さんのとに店に来たという、まあの話は、眉弘さんの話は全部ヒグションやから、あんから嘘やとして、 聖昌納言が政治的な目的を持って木乱草子を書いたっていうのは最近有力になってきてるんじゃないですかね。うん、その辺はちゃんと新しい説をね、取り入れてますね。うん、あの後聖昌納言どうなるんかについてはね、勝っちゃうね。 イバばり虫の清少納言が落ちぶれてというね、清少納言を、うん、落ちぶれ話がありましたけど、結局清少納言って、どっかのレオの妻になって、結構ハッピーな人生送ったんでしょレオの階級の娘が金持ち頭領の嫁になってで、生活できたらそれでいいやんというね、まあ、若い時 宮遣いして、代理で、亭主のもとで働いて、あれはあれで楽しかったけど、まあまあ、最後、金持ちずりょうの妻で、お、晩年遅れたら、よかったやんか、というような評価に最近変わってきてるんじゃないですかね、清少納言の晩年長ていうのはね。うん。あの、何があったんだろう。 明子さん、吉田洋さんが病気になったとき、天皇一条に近,い近づいてはいけませんって。ってことは、まあ、死へですからね。うん、もし天皇近づくならないと、道長も近づかななんじゃないですかね。うんうん、と思いますが、まあ、それも置いといて。今日の政治的なドラマとしてのポイントは、 帝使が亡くなった今、厚康新郎をなぜ少子が育てるかという、ここのところですね。政治ドラマ的にはね。うん、ここ、戦さんは人質やと言ってましたけど、そんなものではないと思います。厚康新郎をね、人質に取るほどね、道長の立場はね、強くないです。 とにかく道長が強く出るためには、彰子に王子が生まれる。これがない限りね、道長はね、追い込まれてるんです。ただ、天使がなくなったので、ちょっと盛り返しましたけどね。でも、依然として、彰子には王子はなく、一条天皇には、天使などに王子がいる。この状態が、 変わらない限り、道長が,が最終的な勝利にとど到達することはないんです。で、大体さ、この時ね、少子ね、1001年というと、数えの 13? 小学校6年生やんね。一条での、この時22やから、大学の3回生。帝氏は、 その3つやから大学院のマスターぐらいだね。そうすると今まで大学院行ってるお姉さんと付き合っていた大学の3回生が大学院のお姉さんがいなくなったから小学校6年生の子と付き合うかのようでそれはないよね。で仮にこれ付き合ったところで少子が妊娠する可能性ないわけでそれはみんな分かってるわけで。だからこの時点では 道長も、林氏さんも手の内はないわけで、林氏さん、翔士さんの周りにですね、いろんなもんを置いて、一条天皇にね、来てもらおうとか言ってますけど、まあ、仮に来たとしても、大学の3年生が小学校6年生をですね、ちょっと遊んであげようか、お嬢ちゃんというぐらいの、それ以上の意味はないわけで。林氏が、えー、解任の可能性が出てくるのは、これはもう本に書いてありますけど、どこからやったかな。 1005年、ここからです。あと4年後です。で、少子が解任可能になったってなってわかるんだろうね。<laughs> で、ここから、ここからですね、道長と林さんの追い込みが始まるんですね。で、1006年に紫式部をスカウトしてで、一条天皇のね、お泊まりを増やすと。 いうことなんでまあ今の時点では1001年とか2年の時点ではですね一常伝道が時々少子のとこに持ってきて「はいお嬢ちゃん元気」と言って帰るだけということですのでねあんま問題はないですねうん紫式部日記では清少納言はいずれはろく,ろ,くろくなことにならないとなろくそにならないとボロクソ けなしていたということをネタに清少納言が野差しになっていたよという説話があるそうです。あ、なるほどね。あ、清少納言が最後、ひざんな人生をたどったっていう、そのネタは、正しきの方にあるんか。あそれ知らんかった。うん。いや、よく分かってよかった。清少納言と、あと、小野の小町かな。 最後ね、うん、昔、宮廷で、美人で、あるいは、えー、菜園として、バリバリやってたのが、最後、落ちぶれて、みそぼらしい生活になるんだっていうね、ざまみろっていう、その男のね、もうね、さもしいね、そういう物語ですけど、うんうん、実はさっき言ったように、清少多分、最後、結構、金持ちずりの妻に収まって、ハッピーな。 晩年を過ごしたようですが、で、その清少納言が、野沢らしという決断のことになったというのは、紫式部日記に原因があるのか。うん。で、この紫式部がですね、日記の中で、清少納言をボロクソに書いているという、これは実,な実は大事なことで、清少納言が、実在の人物であったということが、 確実に証明されるのは、紫式部が清少納言のことをボ読クソにけなしていることによって、清少納言という人はいるということが証明されるんですね。うん、で、紫式部は、サネスケと結構付き合いがあったから、あ、こ付き合いというのは男と女の付き合いではなくてね、ビジネス上の付き合いがあって、 サネスケの小有記から紫式部の存在が確認され、その紫式部の日記に清少納言がボロクソに書かれていることによって紫、紫、え、式、ー、清少納言という人物がいたということが証明されるということになっているんですね。枕草子が残っているだけだったら、それどっかのライターが書いたんちゃうんということにもなりかねないので、うん ということなんですね。あ、それで、さっきの話に戻ってですね。というふうに、この厚安心の、この人をね、どのように扱うかをめぐって、1001年、2年、3年の宮廷は展開するんですね。まず、一条から言うと、 何としても自分の後継ぎは厚康親王にしたい。それで、一条天皇にとって将来厚康親王が皇太子から天皇になるということを考えれば、厚康親王のバックに強力な貴族をつけてやらないといけないんです。バックにいる貴族が弱体だと、 えらいことになるというのは、火山天皇が、そうでしたね。火山天皇、外籍が、吉近でしたっけどね。まだ若くて力がなくてですね。ひっくり返されてしまうので、まあ、それも見ているのか、一条天皇は。だから、この、熱々親王が天皇になった時の関白、摂政、ここにですね、 貴族の中のトップの人を持ってこないといけないと。で、この時点で言うと、多分道長ですのでね、道長と厚安親王の関係を良くしておいて、厚安親王の後見人に道長を持ってくるということは、これは一条天皇の目標とするところなんですね。従って一条天皇側から見れば、 厚康と少子が結びつく。これは、いいことなんです。次に、道中側から見て、厚康振動を少子に育てさせるというのは、一つは、将来、少子がママになった時に、子育ての練習しといた方がいいやろうというのもあるんですけど、政治的に考えれば、この時点でもし、 一条天皇がコロっと亡くなってしまった時のことを考えておかないとはいけないですよね。で、この時点で一条天皇が亡くなってしまうと、天皇はおきさだ親王、三条天皇に移り、皇太子は圓雄系統に戻なりますが、その時き雄系統にいる王子は1人なので、つまり、あスやすなので、 三条天皇、厚安皇太子になる、ならざるを得ない。そうすると、この厚安神皇を自分の影響下に置いておかないといけない。で、道長が厚安神皇を追い出してしまうと、詰め、あの、一条の 後継者から外しちゃうということはできなくはないんだけど、もしね、少子ですね、少子に将来王子が生まれる、それまで一条天皇が元気で、一条天皇が当分元気で、少子となりに子供ができる。これにかけて、汗汗親王をポイしてしまうという手はあるんですが、ですね、それやっちゃうと、 安スヤス神皇をポイした後で、例えば、秋光の娘、元子さん、この人とか、金水の娘、義子さん、ここに王子ができてしまったら、アズスはポイしてしまったし、元子には王子ができてしまったし、ということになると、一条三条に行って、一条の方に帰ってくるときは、 元氏の王子になって、殺傷関白はあきみになる。なので、金銭やあきみなどに対抗するためには、道長としても、厚々しいの,の確保しておく必要があるんですね。まあ、東三条院の言葉に従えば人質にとる。 ですけど、いや、人質に取るなんてそんなややこしいこと言わなくても、道長は将来の皇太子候補を確保しておきたいですね。というのは、ギスさんの子供は、これ、金末系になるし、元子の子供は、空き末って、この人、金道系ですから、 金家系ですね。この金家系で一条系の王子って、この人しかいないので、金家グループとして、この厚安信仰を確保しておく必要が道長にはあるんです。ということで、道長は厚安を確保したい。一条は将来の厚安のことを考えれば、厚安の後見人に道長をつけてやりたい。 これで一条と道長がウィンウィンになるということは、雪なりの天皇と失政は仲良くやってもらわない困るという方針にも合うので、雪なりがこれを進めて。いや、多分雪なりが一条天皇とか道長に持っていったんでしょうね。で、厚康親皇が一つの家を持つときに、 雪成がきちっとその親王別当家になる。これで一条天皇、道長、雪成が3人ともウィンウィンウィンになるという。そういうところなんですね、この時点ではね、うん。この状況が変わるのは、少子が解任できるかもしれなくて、その時一条天皇がまた元気やという状況になった時、つまり1005年。 ここで、道長にとって、厚康親王の価値が揺らぎ始めて、彰子が解任した途端に、道長は厚康親王をポイします。あれこれ、解任した時にポイするんだよね、道長ね。彰子が生まれ、彰子が産む子供が、講師やったらどうすりゃやったんやろね。もう道長、彰子が妊娠した。で、これは王子に違いない。もう厚康いらんわーって。 いうね態度にとるんで道ならその辺ね、うん、血も涙もない人ですね <laughs> ではコメントを見ていきましょう子供時代の寄り道と慶喜の前のうん、えー、演あ共演歌ありました実話のようで慶喜だけ褒められたのも本当の話なんですかねいやわかんないですね私もその辺りはうんあんまり <laughs> 知らないです <laughs> 寄寄り道ね。寄り道というとあんまり YouTube なんか見てるとね道長がせっかく摂関政治全盛期をつくげ、あのー、出現させたのに寄り道がうまくやらなくて摂関政治が終わってしまう無能なやつだなんてねそんなこと言ってる YouTube の動画ありましたけど。 寄り道ってなかなか優秀で、私今あの、荘園のね、高校生でもわかる荘園というね、動画ね、久しぶりに高校生向けに作ってるんですけど、荘園の立場から見ると、道長って何もしてないです。いや道長ってね、まあ、つくづくね、幸せな人だと思いますよ。政治的、あるいは経済的な問題で、道長の,の時代って何も問題ないんです。 で道長が積極的にあの問題を解決しようともしてないしね、問題もなかったしで、あったとしても解決しようとしなかったし、で寄り道はねちゃんとね宮殿官物立法をやったかな、国士が、ね、勝てんの道線よね税率をねちゃんと決めましょうとかね、寄り道って結構政治的にはね評価されてるんですね、うん、道長よりね寄り道の方が政治的な評価は高い。 ぐらいでよし、ね、吉野さんですけど、あ,あれあ、今日、舞を待って、一条天で褒められて、15位弦にしまった、あれ、吉野さんなんですか。うーん。吉野さんってね、姉さんの子供でしょで、で、凛子さんの子供ばっかりが、出世、出世とかな、えー、いいとこへ行くのにね、 対抗しててねそれで慶喜さんはご三条天皇が高人親王っていうのかなご霊勢の皇太子になった時に頼道がご霊勢の方に娘を辞退させてで王子が生まれたら皇太子のご三条高人なんかぽいやと <laughs> 言ってる時にですねあだから 御三条天皇って皇太子時代なかなか妃がもらえなかったんです。遠友天皇と一緒やね。そやけど慶喜は逆張りしたれえってで道長系の寄り道とか乗り道とかが五霊勢の方にばっかり娘入れようからそちらに娘が生まれんかったらご三条の方に芽が出てくるんやからご三条の方に。 娘を時代させたれでね。で、吉信の娘が、皇太子時代の御参上の妃になるんかな。あ、ひか、皇太子やからね。で、そこに生まれた子供が白川天皇か。吉信やったっちゃうよね。で、結局、林さんと明治さんの戦いは、道長の時代は明治さん勝っとったけど、あ、林さん勝っと、林さんが勝ってたけど、頼道と 吉信の時代。今日二人がね、舞い舞ってた。あの二人の時代になると、実は吉信の方が逆転するんです。ね、白川の方に行くんで、うん。白川って、でもあれ幼女だからな、血は繋がってないか。系統的には、白川、鳥羽っていうのは、名士さんの方の系統に出てくるんですね。うん、これちかは、 それなりの屋敷に住んでいたようでしたが、天使はこれチ家邸で出産することはできなかったのですか <laughs> 私はそれもね、私それは本当にね、疑 <laughs> 問に思いました。<laughs> なんでね、平野成さというね、あの、結構家に行くんかというね、なんでなんでしょうね。やっぱりまだこれ謹慎状態だからでしょうかね。これチカが。で、戦士さんが、 これ,これしかの怨念が、とか言ってねや、これ、やばい、やばいと思ってるんやね。これしか選んでるわ、とか言って。これしか九州から呼び戻したのも、ンスさんですけど、まあ、もうちょっとちゃんと福井、復権したらなあかんっていうので、で、小3位に戻して、12位に戻して、でこれくらいだけですからね。仕事の方もということで、 純大臣、大納言以上大臣未満という微妙な位置まで、これ近くんは戻っていくんですね。これしか最後道高に潰されるんやけどね。最後の最後のところでね。で、まだ京都に帰ってきたけど、位がないからってことなんかなちょっとよくわかりません。私もあの、不思議に思いました。 これしか帰ってきてんやったらこれしかのとこ行けえや,やんってね、私も思いました。雪成って案外政治家的に、政治的に活躍していたんですね。農書家としてのみ有名なのかと思ってました。雪成はね、優秀です。もうこの人、本来であれば、これまさのね、系統の人ですから、世が世であれば、 金道や金井よりも、これまさがえ長男ですから、もう九条流の着系の家なんですけどね、これまさが亡くなってしまって、で火山もあんなことになってしまって、<laughs> でも大臣とか、それから節官とか、そんなのも諦めてからはね、脳裏、優秀な官僚として生きていこうということでね。 雪りいろんなとこで活躍しますね。うん。一条天皇が最後に上位するんやけど、なんとか皇太子を厚安にしたいけどっていう時も雪りがそれだめです。やっぱりもう彰子が王子生んだ以上。 少子が生んだ厚平で行くしかありませんって、一条にね、ダメ押しするんですね <laughs>、うん。でも、ゆきなりのね、情勢判断は確かで、で、最後はね、一条に対して、厚康、もう諦めるしかないですって言いましたけど、この場面場面ではね、一条に有利になるように、 取り計らってますね。この定子と彰子の1.2号の時も雪きなり動き回ったし厚屋氏を彰子が育てにするのも雪きなり動き回ったしで行なりの提案に従っていけば一条と道長がウィンウィンになるように雪なり動き回ってますから非常に優秀な官僚ですねうん。 一応、り道の方が静寂だったので、宝言の乱の竜種忠道の先祖としてつながってますよね。そうですね。うん。あ、白川天皇か。あの時に、せ ファンの方はね、結局これみあの、道長が長いことやって、寄り道が長いことやったので、もうそのノウハウが緑、道長、寄り道の方にしか伝わらなかったんですね。で、吉野部実は亡くなっちゃうしね。うん、あの <laughs>。 逆張りしてね、御三条天皇の方にかけて、うまくいったんですけど、確か吉野も割と早くなくなっちゃうんですよね、まあ、そういうこともあったし、それから、この金星の系統、寛因流ですけど、ここの系統はね、外籍になったことあるんですけど、白河からかな、君とこそう言うけど、実際、 摂関やるノウハウないやろうって言われてね。結局、道長と寄り道で、寄り道何十年もやってますからね。もうその時に摂政関白やるノウハウ、頂点を回していくノウハウが、緑流にしかなくなっちゃったんですね。うん、それで、白川が外籍でなくても、 緑流のたたざねでしたっけね。うん。にさせるということになって、もうそれ以来、摂政関白は、道長、り道の子孫がなる。ここで摂関係が成するんですね。だから、あの、せえー、と摂関係が摂政関白を出す家である。というふうに定義すると、 摂関家というのは、ただざねから、かなってことになりますね。道長の時代、寄り道の時代は摂関家とは言わない。まあ、あの普通摂関家、摂関家で言ってますけどね。やかましく歴史学的には道長や寄り道は摂関家とは言わない。らし、です。まあ、私も石関家、石関家で言ってますけどね。で、あの先生も、いや、もう、な高校段階ではもう石関家でいいですって、で。 の秦野の先生にも言ってもらったし、ね、で、石管家、石管家って言ってますが、実は石管家というのは摂政官服を出す家だとするならば、あの天皇家がね、天皇を出す家。なのでね、うん、ちょっと話しそれますけど、天皇を出す家は天皇家なんですね。で、天皇の一族やけど、天皇を出す家で亡くなったら、三宅になるんですってね。あれ知らんかった最近知ったんです。 三宅けて何ですかえたら。いや、三宅けというのは、王家の一員やけど、天皇を出す家ではない。それを見分けて言うんやった。あーなるほどなぁ。って思いましたね。<laughs> あと今日何があったんだろう。彰子さん、会合わせやってましたね。あ買い合わせでしょあれやってたん。違うんですかえ和歌を二つ書いて引き付けるんかな。<laughs> うん、そういうのもあったし、から、あと、何の話があったんだろうな、今日はうは、ん。戦士さんのお墓は、えー、宇治にある。あ、道長のお墓も宇治にあるんですね。藤原家のお墓って宇治にあるんです。宇治にあるんですけど、実は <laughs>、誰が誰のお墓かよく分かんなくなって、ぐちゃぐちゃになったらしいですね、藤原家のお墓ってね。 うん、だから今日の NHK のもこ、この中のどこかにあるらしいとかいうね、ナレーション入ってましたね。うん。で、戦士さんも、少子さんも、天皇家に嫁いで皇后になってますから、だけど、亡くなるときは、実家に帰って亡くなるんですね。 代理の中で亡くなったあかんからね、死へになってしまいますからね。まあ天皇はしょうがないんで、社内から代理の中で亡くなるんですけども、もう他の人は、高校なんかはもう亡くなりそうになったらさっさと代理をね、出てね、で、しかるべきところにいて亡くなるんですよね。そうすれば代理を汚すことはなくなるんですね。 で面白いから、その死への話をね、もうちょっとしますね。天皇ね、天皇のまま代理で、の中で死ぬとね、崩御するとね、厄介なんですって。<laughs> せやからね、この時期ね、まず、あの、もう、まんもなく俺も、 行くなと思ったらね、上皇、上位して上皇なるんです。あれ、なんでか思ったら、上皇なったら、もう代理の中におらんでええでしょ戦闘講師に移ればいいんでしょで、戦闘講師に移ってしまえば、そこで亡くなっても代理をね、怪我すことなくなるからね。あ、なるほどなあ、そういうことで代理から出てからなくなることができるから、上皇の方がええんやと。で 上皇で亡くなったら、天皇で亡くなると皇人なので、葬儀がすっごくややこしいんですが、上皇になると、上皇で単なる一プライベートな人間ですから、上皇で亡くなると、葬儀が簡単にできるんですって。うん。だから、天皇のまま亡くなるのはよろしくないので、上皇になって、天皇を辞めて上皇になって亡くなるんです。でも一条天皇って、 天皇のまま亡くなるんですよね。いや、最後上後になるんですけどね。数,数時間かなんかだけ,だけね。だうやけど、まあ、代理に投げて亡くなるので、一条天皇が亡くなった時は、大変だったみたいですね。うん。この時期、亡くなる時のことしつこく言いますけど、阿弥陀仏をね、唱えながら亡くなるんですけど、 寝たままじゃダメなんですって、起き上がって、それで亡くなるんですって。私、道中なんかね、阿弥陀様からみあの糸を引いてきてね、それをね、握って死ぬから、もう寝床の中で握っとくかも、ただ、ただ、とも立ち上があのす、起き上がらなかみたいなんでね、うん、厳しいですね。なかなか偉い人は死ぬのもなく大変なみたいですね。うん それで、これつかはドラマのように道長を恨んでいたんですか、うん、これはね、恨んでいたかま,まあ、腹立て、腹立てていたというかね、因縁はありますよね。せやけどね、道長もね、これつかをね、ちゃんと引き立ててやってるんですよね。小三味からね、十二位。 これ私が思うんですけど、道長から見て、一番円満なコースは、厚安心のを、ひょっとしたら厚安心のを道長グループのう継承者として使わなあかんかもしれんと。で、その時に、これチカにスッと引いてもらって、それなりのね、地位は保証するから、これチカに。うん で、復権さして、それで、それの一位は保障するから、もしアサス新王を道長グループが後継者として使わんとあかんということになった時には、スッと引いてくれと。ということだったんじゃないですかね。で、これ一家がね、もうそれなんか納得して、その上でこれ復権していってるように思うんですけどね。 あの、天使がね、生きてたら、そうなると、一条天使、厚康。このファミリーで、厚安が、皇太子から天皇になっていけば、これ地下に来ると思うんです。外籍は。っていうことは、摂政関白も、これ地下に来る。と思うんだけど、ただ、天使がなくなってしまった今ね、 そして敦康を少子が育てるようになった今これしか微妙なんですよねこれね。うん、で少子が敦裟親王を産んでからも少子は逆に敦康天皇にしてそれから自分の実子の敦平にしようなんてことを考えてた士もあってで敦康親王が もし、皇太子が天皇になれば、摂政関白はこれちか無理で、道長に行ったとしても、それでもまあ、血縁的には外戚なので、これちかがね、それなりの力を持てると思うんですよね。だから、これちかとしては、厚々親王が皇太子から天皇になることによって、自分の地位が摂政関白無理でも、定子がなくなった今となっては、それなりの 重きを置けるからね、やっぱり熱々に行って欲しかったというのはあるんじゃないですかね。という、そこのね、コレチカの未練がね、最後、道長にコレチカが刺される原因になるんですね。ため時は、タズルの関石指南役を辞退したのは、 以前のトラウマからですか再度道長に申し出るのですかうーん、どうなんでしょうため時、寄り道の間接指南役なんてし,したんですかあれ、どうなんでしょう、うん、であれ、本当の話なんですかそれとも、大石静香さんの作り話なんですかうん、なんかね、真広が絡んでる話っていうのは作り、真広が。 絡んでる話は作り話だとすれば、私作り話のような気がしますけどね。タズルの完璧指南役って。うん、まあ、いずれにせよ、このね、公的なものではないから、記録には残ってないんじゃないでしょうか、と私はもう想像で言ってますが。でまあ、ドラマ的に考えれば、大石静香ドラマの方で考えれば、 でも前のは、金家、火山天皇の指南役になったんは、それはほんまのことやからね。で、金家とむちゃむちゃしたのもほんまのことやからね。金家から火山に乗り換えたら裏目に出たのはほんまのことやからね。しかし、今回の場合、道長の申し出を受けて、損することは何にもないと思いますけどね。 カネイエってあの時点では、摂政は関白になれるかどうか分からへんし。だれ、火山天皇をね、出家なんかさして、カネイエがあんなあらわざ使ってね、火山天皇を天皇の座から追い出したから、カネイエが買って摂政を関白になれましたけど、だからためとき冷や飯食うことになるんですけど、通常 火山が天皇になって、そのまま天皇を続けるとすれば、ため時は火山天皇の指南役として、地位上がっていったでしょうしね、実際火山天皇ため時、先生のこと忘れへんって言うてもらってますから、ため時の判断はね、えー、っと、金家捨てて火山に乗り換えたというのはね、あれ正しいと思うんですよ。 ただまさかね、カネイがね、あんなクーデター起こしてね、加山もね、出家さすと、あんな予想でけへんわね。うん。で、今回の場合は、もう道長、失勢、政権担当者になっちゃってるんだから、道長の申し出を受けて、ためときには、何の不利益もないと思うんですけどね。うん、とすると、なぜ、 が道長の申し出を断ったかということになるとそれは道、えー、真宙と道長の関係があるのでという理由じゃないですかね娘のね不倫相手にね頭下げていく名もお前男の父親の保険に関わる っていうことなのかどうなんでしょうね。うん。実利的に考えたらね、道長があの申し出が本前とすればね、より道の指南役にという、あのもん受ける一手ですよ。受ける以外の戦闘家はないと思います。戦闘御所とは上皇の御所のことですかそうです。はい。 戦闘ってのは千人が住むところです。戦闘の線って千人の線でしょ、うん、で、今でも戦闘って言いますよ。秋日と上皇の住んであるとこね、戦闘です。で、この時代は、あ、だからあの、上皇になるとね、結構お金かかるんですよ。まず、戦、え、闘、ー、部署作らなあかんでしょ で、そこにスタッフを置かなきゃあかんでしょ人件費もかかるし、建築費もかかるんです。従って、朝廷にお金がなくなると、出家できなくなるんです。えー、っと、時代で言うと、五土三門、五柏原、五奈良。あの頃ね、朝廷金なくてね、スポンサーの室町幕府も金なくてね、 戦闘講師準備できませんよ。戦闘講師のスタッフ準備できませんよ。そもそもあなたが上位なんかしたら、息子さんが即位するから、即位しきてもすなあかんじゃないですか。そんなもん、やってられませんよ。とか、ふすかんばすんぼとか言うたんかな。ケチの。あいつケチやからね。それで、ごつち日度天皇は、 あの、上位できなくて、生涯天皇で終わっちゃったんです。ご柏原も生涯天皇で終わりました。で、織田信長がね、いや、それ気の毒やから、大木町年代だったかな。あの、上位されるんだったら、私めが、戦闘御所と、などなどのね、費用をね、お出ししましょうかって言ったんです。 また信長がね。うん。阿弥陀信仰から女性が王女をしなかったとの説話が生まれました。うーん。紫式部も地獄に落ちたと、浄土信仰が強くなって説話が生まれました。えー、そうなんや。紫式部って地獄に落ちたんや。えー、いろんな人が地獄に落ちそうからね。みんなブナの石井も地獄に落ちそうしね。うん。阿弥陀信仰やと上皇は、 あ女性は王女をしないんかあ、なんでかなあれ阿弥陀様って女性は王女をさせてくれないあ、本当な。え、知らんかった。知らんかった、知らんかった、知らんかった。ポケ教は女性を救うので、 じゃあ、女性が北京に行くのはね、華経は女性も救うからです。えー、その、阿弥陀信仰から女性が往生しないっていうのは、ちょっとまた後で調べ、こんなわし好きなんで、なんでか調べてみよう。今、浄土真宗なんかなんて言ってるんやろうね。西伝宗系統はね、華経はす全ての人を救います。女性も救います。ってえ結構。 ホッケー関係って女性に人気ありますけどね。アメダ様はどうなんでしょうかうん。信孝は4月25日に疫病で亡くなったと言われていますが、亡くなる2ヶ月ほど前に雪なりの日記、今期に持病を患っていると書かれていて、ああ、んなお尻から血が出るとかそうなんですね。ひょっとしたら大腸がんではとも言われているようです。 なるほど。いきなり何でも書いたんやね。信孝は大腸がんで亡くなったのか。じゃあ、体調悪かったんやろうね。それまでもね、大腸が。あ、でも、大腸がん割と早く亡くなるんかな。この頃やとそんな治療方法なんかあらへんやろしね。あ、さっきあの、戦士さんの話で、藤原家から、 天皇に受大して皇族になるんですけど、亡くなった時は、お墓は実家に作るんですね。うん、今ね、男女、え、夫婦別姓とかなんとかね、話題になってますけど、もともと日本夫婦別姓でね、藤原明子さんでしょ藤原亭子さんでしょ最後まで。で 亡くなった後のお墓も、天皇家のお墓ではなくて、藤原家のお墓に眠るんです。それか、もう一個ね、これ最近知ったんやけど、藤原家から嫁に行った、あと皇后になった娘の荘園って、実家の荘園になるんですってね。知らんかった。帰れぬ院のあの、 えっと、あのー、交互の教科によく出てくる、カノコ儀章の資料にね、カヤヌイン内心脳も出てきて、カヤヌイン内心脳が、カヤヌインのことがっ微妙なんだけど、それは置いといて、うん。カヤヌインって藤原の娘やから内心脳ちゃうんやけどね。だカヤヌイン内心脳って表現おかしいんだけどね、それを置いといてね、カヤヌインという、 人がいて、藤原の忠道のお姉さん、藤原の誰や、まあいいか、うん、その藤原家の娘さんです。で、その貝の院の持ってる荘園というのは、藤原摂関家の荘園なんですってえ、知らんかった、娘の持ってる荘園は実家のものになるんですって、この時代ね。うん。で、えー、コメントに戻って。 仏教がもともと女性を差別していました。え、そうなんや。あ、そやね。そうかもしれん。もともとはね。うん。だからわざわざ法華経で女人成仏が出てくるわけだから。あ、そもそもね。弘法大師がお母さんはお寺に来るなって言ってましたもんね。うん。 女性差別だね。せやせや。仏教もともとせや。うん。それを受け継いでるから、阿弥陀信仰でも女性は往生できないんか。うん。女人坂とか、女人近世とか。で、女性でも行ける荒野山、女人荒野ってのができるのがね、どっかにね。あ、室伏か。そんなのありましたね。うーん。 なるほど。言われてみれば確かに。じゃあなんでそんな女性差別しているような仏教を受け入れるんやろな。児童・伝道も仏教に従って仮装にしたし、断林皇后も仏教を熱く信じたし、あれやっぱ生まれ変わるんですかね、一回男にね。2段階。 えー、王女一回男に生まれ変わって、それから王女をするという、そういうことかな。うん。女、うん、人坂ってのもあるんか。うん。女人形成というと、相撲は依然、土俵の上に女性上がったらあかんのですかね。うん。 昔、太田夫妻が大阪場所で大阪府知事長がなんかを渡すのに同様に上がるのがどうたらこうたらってね、こっついね、問題になってましたけどね。うん <laughs> 雪なりは藤原実孝との隔週が有名なんですが、 ドラマの流れには関係しないので、エピソードとしては出さないんでしょうかうん。あ、さね方に雪なりは烏星を叩き寄されていますから。<お>そうなんですね。これはお家さんとしては、この上もなく屈辱なんですけど、うん。よく我慢したよな。らしいです。あの、烏星ね、被ってますけど、あれ、 脱ぐということは大変なことで、うん、パンツ脱ぐより恥ずかしいらしいです。エボシ取るということは。なんか寝てるときもね、エボシね、被ってるでしょう、うん、なんかの本で、エボシとなんとかっていうね、本が最近あって、それ読んでましたけど、バクチで負けたやつがね、下着も全部脱いでしまって、エボシだけ被ってね、 下着だけでもう一度勝負やるんじゃんってね <laughs>。言ってる説話があってね。うん。絵星を取るということは、下着を脱ぐより恥ずかしかったそうです。まあ、もっとも女性も顔を見られることは、むっちゃ恥ずかしかったらしいですからね。この時代ね。特にあの、身分の高い女性はね。顔は見せてはいけない。顔を見せることは、 丸裸になるより恥ずかしい。い男にとっては、烏帽子を脱ぐことは、丸裸になるより恥ずかし。いことやったそうです。ですそれで、烏叩き起こされるということは、今はですね、パンツを引きずり押されると同じくらいの恥ずかしさですからね。い <laughs> きなりよく耐えたということになりますね。うん我慢しましたね。偉いな、うん。ちなみに、帽子、 かぶらなくなったのは、細川正元のせいです。細川正元帽子かぶらへんかったんです。ええね。<laughs> 細川正元変人やから。うん。知ってます彼、あの、結婚せえへんかったんですね。細川政元って、和元の息子かな。うん。空を飛びたいから、結婚せえへんとか言ったね。はわけた人です。正元、エピソード多いね。さっき一回出てきたね。ごしえ、ご味か門に。 金がないからあんた上位すなって言ったとかね。<laughs> いろんなリスクがありますね。だから、帽子なんかめんどくさいからかぶらへんって言ったとかね。うん、空音みたいから結婚せえへんって言ったとかね。うん、ついでに、細川正元を比江山に火付けて燃やしたんです。あれ、信長が燃やしたって言われてるけどね、実は比江山焼き打ちかけた政正元なんです。という、比江山燃やしたこと、 信長よか政元の方が革新的と言えないことはないですね。信長政元に比べれば、細川政元に比べれば、また信長ごつい常識できない人です。夫婦同盟は女性からやっと認められた権利でした。相続が認められたのと、同盟となり、夫の財産を相続,相続できるようになったと言われています。夫婦同姓。 うん、夫婦同姓ね。あとこ、この時代、平安時代ね。当然、夫婦別姓ですよね。せやけど、女性に財産権ありますからね。荘園、賭博多くの荘園なんて全部、八丈院、少子内親王がもらいますからね。 で、北条政子も、別に、源頼朝で、源の政子にならなくても、平らな政子ですけど、何の問題もないんで、で、だから、相続が認められたのとそ、そこの因果関係よくわかんないですけど、えっ、ー、と、夫の財産を妻が持てるかっていうと、 えっと、平安鎌倉の時代は、えっ、ー、と、家の財産は夫が亡くなると妻が受け継ぎます。例えば、あの、えっ、ー、と、平野忠盛のが亡くなったとき、池の前に藤原の宗子が受け継ぎますが、家の財産は、 夫がいなくなれば、妻が受け継ぎます。なので、この妻のことを後家と言うと。で、この夫の財産を妻が全部受け継いで、これを子供たちに分けてやるんです。怖い人たち、ヤクザさんではね、例題って言いますね。うん 親分がうちから親分がなくなったってでは、それに代わって、姉さんが所属例題として、ね、次の組長が決まるまで例題があって、これ、あの極道の妻とか、ああいうのに出てきますね、例題、例題ってね、岩下島が例題、ってやってますね。うん、それで で、ずっと日本ね、夫婦別姓やったんです。夫婦同姓なんて、豊臣秀吉と豊臣の義子、北の真のところぐらいかな。あれ、豊臣の義子さんがもともと生なんかあれいんからね。<laughs> 秀吉と義子さんの場合はね。北条政子、平野政子やし、源頼朝と最後まで姓なんかちゃいますかね。うん。 で、あの、ちなみに、明治の初めのね、明治の初めにみんな苗字持ちましたよね。その時ね、男女別姓やったらしいです。うん、で、これ一緒にしたのはね、日清戦争の前やって、なんかです最近聞きましたよ。で、結局、あの、戦争のために家制度を作り直す必要があって、その時に、夫婦、 同性になったんで、強制的に。それまでは強制的に夫婦別姓やったんです。もう選択的夫婦別姓でなら揉めてますけど、あなも日本の伝統から言えば、夫婦同性の方が帝国時代の一時的なことなんでね、今の私たち帝国時代のね、えー、ことをね、伝統やとなんか錯覚してますけどね、帝国時代っていうのは日本の歴史の中では異様な時代なんですね。 うん、だから今、次第に選択的夫婦別姓に戻っていってるというのは、日本の普通の状態に回帰しつつあるんですね。うん、で財産も女性が持てるし。ねうん、枕の宗師には、道長の悪口的なことが遠回しに表現されていたのでしょうか。 どうなんでしょうどうなんでしょう <laughs> 枕草子が定子を検証することによって、アシャス神脳をバックアップするという目的はあったけど、その時に道長をけなすように明らかに書いたらやっぱまずいんじゃないでしょうかね。読んだことないけど。 うん、ちょっとわかんないですね。遠回しにか、遠回しに。うん、しかし、この時点で、道長と厚康新の敵対してませんからねあ。さっきも言ったように。道長が厚康新のをポイするのは、少子が解任したとき、つまり1007年。あそこで少子に子供が生まれるんやったら、 厚安なんかいらんわっぽいにしたんで <laughs>、この時点では厚安は道長にとっても大事な駒なので、うん。えー、っと、えー、孫が生まれた祖母から同姓になれたと古文,古文書にあるそうです。孫が生まれた祖母から同姓になれた。うーん、これは。 どういう意味なんでしょうね。孫が生まれる。A と B が結婚する。こっちがまあ女性やとして。子供が生まれる。これは一応 A を取るんですよね。そして C という人と結婚して。 子供が生まれたら、A になる。孫が生まれたら、同性になれる。これなんでやろうどういう原理なんやろう、うん、ちょっとわからないですね。ちょっとわからないですね、うん。どういう、どういう状況のことを言ってるんでしょうね。うん で、今はね、性のことをね、選択的夫婦別姓のことはまあ置いといて、今日本そもそも女系社会に猛烈に転換、回帰してますもんね。今はあの、2世帯、2世代家族って増えてますけど、母と娘。 あ、こ娘の夫か。まあ、いわゆるサザエさん家族。サザエさんここなんやね。これは増えてますよね。うん、でこ、この手の2世代家族って、今んところは、この娘が夫の性を継いでるから、したがって、玄関に性が2つつくことになりますよね。 多い今、多いね。玄関に表札二つつけとおりね。あれは、この母から娘という女系家族が、そ在増えてるということを示してるんですね。で実際、こちらの方がうまくいくんですよね。母と嫁ってね、嫁しゅめでややこしいからね。うん。あの、夫の母と、 やっとね、嫁仕事もややこしいから、この、こっちの方がうまといくんですよ。うん。冷蔵庫の話で知ってます母親の冷蔵庫がある。で、これを、嫁は冷蔵庫を勝手に開けて中のものを取ることはないが、娘は嫁に行っていても帰ってきたら、 <laughs> レース、実家の冷蔵庫を勝手に開けて何でも取って食べるというね。だから、冷蔵庫を勝手に開けられるというのは、それだけ親しいということを意味してるんかな。<laughs> うちの、あ、全然、ね、孫でもね、よくね、ちっちゃい時からね、家に来てる孫はね、勝手に冷蔵庫からジュースとか、 アイスクリームとか持っていきますね。断りもせずに。で、友達に聞いてもそうらしいです。ちっちゃい時にじいじやばーばの家に来て育った子は平気で冷蔵庫から物を取っていって食べると。で、たまに来る子はこの冷蔵庫はよそのような冷蔵庫やと認識してるから、うん、勝手に取って食べたりなんかしない。 だから冷蔵庫を勝手に持ち出す関係の人が一緒に住むと結構うまくいくらしいです。うん、子孫が確定して子供当主に子孫ができた時に大きな権力が主婦に入ったそうです。ああ、なるほどあ。あ、そうか。この人やね。 こよそから来た。こういうことか。この家に B さんが来た。で、ここに子供が生まれて、まあ、この子点々点々点か。ね子供が当主になって、この子が当主になった時に、で、この当主に子供ができた。この子やね。 この子ができたときにあ、この人は大きな権力を握ると。あなるほどねあ。そういうことか。それまではよその家の人扱いすると。ははなるほど。そういう。うん、そういうことか、うん。三代にかかってっていう話ですね。うん。こう、マグ生まれた。この人が生まれたときに、この人はやっと 一人前になる。うん。これって、あのー、田舎で地毛になる。地毛って地元の人ね。うん。になる関係に似てますね。意味一回消しますけどね。例えば私の場合ですと、 今、こう愛生で生まれて、ミキに住んでますが、私がミキにやってくると、愛生からやってきた松本さんとを呼ばれます。それで、うちの子供がまが、あ、名前太郎として、小学校に 行くと、三木小学校を入学。そうすると、この人は太郎くんのお父さんと、太郎くんの父の松本さんと呼ばれるようになって、で、この子供が、例えば花子さんがこう生まれ、この子が三木の小学校に行ったら、 この花子さんは太郎くんの子供さんの花子さん。あ、花子さん、あのお父さんもうちの小学校出たんやん。っていうことで、ここで初めて幹の人間になれるんです。三代かかるんですね、うん。これと同じ原理だと思います。三代って大事なんですよね。商売やってもね、三代目方が信用できるんで。うん 昔はね、今はちゃうけどね、昭和の時昭和のうん、1970年代まで、こういうのは生きてましたね。うん。あ,あと何を喋ろうと思ってたな、何を何って <laughs> 忘れてしまった、喋ってる間にね。ペラ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 、喋ょなるとしゃってる間にね。うん。 子孫が確定して、子供投手に子孫ができる。あ、これね。あ、これね。子供が投手になって、この子供に子孫ができたときに、この家は次元の家になった。というのは、今の日本でも生きていることです。ね。うん。あ、ほんで。 この母親と母と娘が冷蔵庫をね、勝手に焼け断しましたけどね。あの、人間がすっごく繁栄している大きな原因は、娘の子育てを母が手伝うというね、うん、動物の中で、この2世代にわたって子供を 教育する、育てる。これがね、人間をね、すごく反映させて、珍しいらしいですね。うん、動物でね、2世代にわたって、孫をおばあちゃんが面倒見る。このパターン。母と共に祖母が、えー、子供の育成に参加する。この形を。 る動物は非常に珍しくって、この形を取れたことが人間の大繁栄をもたらしたんではないかという、ね、説がありますね。うん細川政元は先人的な超人的な超能力を得たいと強く願っていたので、精進決済して陰薬贅沢を避け,避けたと、当時としてはかなり変人だった。 たのかもしれません女性と交わると超能力を失われるので結婚しなかったのでしょう。だから坊さんのごとく身は、うん、記憶していたんでしょう。そうなんです。彼は空を飛びたかったんです。で、マサモ本の前でね、空を飛んだやつがおるんやてね、私そっちの方が知りたいから、誰やねん、空飛んだやつって。で、政本、あいつが空飛ぶんやから、俺も空飛べるでね。 修行するんや、って。そのためには、女性に関わり合っては,いてはいけないとか言ってね。うん。こうやってね、細川政もとね、じゃあ、後継ぎどうするんですかってね、<laughs> 言われたらね、後継ぎなんかお前、養子持たんやんか。養子の方が楽やん。育てる手も省けるやん。ね。しかもさ、実施やとどんな子もやってくるか分からへんし、 だから、育てるのも時間かかるけど、養子やったら、ああ、あの子ええやん、って。ね <laughs> 伝え、育ててくれば、手間も省けるし。で、ついでに、あの、<laughs> 養子の実家の援助も得られるから、養子の方がええや、とか言って,書いてね、言って、<laughs> 言ったんですけど、それがあかんかってね。まさまとね。養子 A、B、C と取って。 初め A にしようって言って、途中で B に乗り換えたら、A の家来たちが怒り出して、で、政本をぶっ殺して、何するんやって、B が A ぶっ殺して、で、C がその戦いに奪り込んできて、細川家三つ止めの戦いだってぐちゃぐちゃになるという。だから <laughs>、難しいね。うん、これ別にあの、 養子だからあかんとかなんではなくて、うん、その家の継承というか難しいという例ですけど、まあ、正元はそういう、あの、うんうん、養子の方が便利でええやんっていう、もうその辺もおかしいです、正元ね。正元には名言いっぱいありますよ。<laughs> なんで細川正元ってあんまり日本史で、あまあ、高校時代、高校の教科書には、ちょっ と出てこないか一個一個のエピソードがね、面白いけど、高校の日本史の、で扱うものではないんですね。空飛びたかったとか、養子の方が楽やとか、夜星かぶらんかったとか、ひでなんか火つけてまいって言うたとか、それから金がないから天皇上位すな言うたとか、あ将軍にも言うたんです、将軍にもね。うん この頃の将軍って将軍になって、さらに将軍ってあれ15位かなんか低いでしょ会員が。で、上上がっていくんですよね。吉光あれ、左大臣兼。将軍すぎて左大臣に上がっていくんで。で、位上がっていく時って、当然、来戦するはらなあかんわけで、ね。で、政元がそんなもんええやんかとか言うてですね、<laughs> 言うから。あのー、吉政 義尻さくらいまで上がるのかなその次くらいからの将軍、室町将軍って、最後まで将軍なんです。将軍から上に上がらないんです。正元がケチで金出してくれへんから。なかなかね、面白いね、人ですね、正元さんはね。先ほどの話ですが、祖母は、大古主になった祖母は、名字を夫方に名乗りにしたそうです。あ夫婦同姓の。 昔の仕方ね。うん。じゃ基本は、えああ、そうか。あ、名字を大人にした。うん。なるほど。だから、ほっとけば別姓なるのあえて一緒にしたということなんやね。うん。大古書というのは、かなり、かなりのね、明治であたりだと、の。 い,いえ、です、よね。うん。だいたい、こう、にしましょうっていうのは、あれはヨーロッパの不襲でね。細川ガラシって言いますけど、あれ、ガラシャ夫人って、明智玉さんですよね。あれは最後の明智玉さんなんで。で、それを、 選挙えー、明治になって、キリス教の連中がやってきて、で、昔、殉教した立派な女性で、で、細川家田って四段らしいですね。ヨーッパは夫婦同姓やからね。こう夫婦同姓って、あれ、帝国時代に日本が取り入れたヨーッパの風習なんで、ね、我が東アジアの一員である、日本としては、やっぱり伝統的には、 夫婦別姓ですよ。夫婦別姓こそが、アジアの、あのー、伝統を守り、日本の伝統を守ってるんでね。夫婦同姓がいいなんてやつはね、伝統を破壊する革命やね。革命派やね。極左やね。夫婦同姓がいいなんてやつはね。うん。と思いますけどね。うん。ちなみに、しな話ですけど、 <laughs> わ私ねあの、松本さんと松本さんが結婚したんです。<laughs> だからね、どっちにするかというね、問題はなかったんですけどね。うんうん、私が結婚した頃は面白いのおかったからね、あの夫婦、あの同棲に反対やって、ね、入籍せえへんって言んす、ね、今でもいますよね、うん、別の場で行くんや、って。で、じゃんけんしたやつもいます。 私は男女平等論者だ。でね。どっちの性を選ぶか。こんなものはやね。夫婦同性ができない以上は、50-50で権利はあるんやから、どっちになるかね。男女対等の立場から選択肢を。で、結婚式の場でね、じゃんげんぼしてあんけたら <laughs> で、性変えたやつ見ますね。うん。<laughs> まあ、さあそれでよ 70年代面白かったね。わけの分からないですよ。だったからね。うん。あ、そういうことだ。東アジアがね、男女別姓やったらね、韓国ね。文鮮明と韓白茶別姓ですよねで。日本だけですよ。日本だけではないかな。もう、あの、夫婦同性がええなんてやつは。 <laughs> そ誰やねんってね。お前、日本人勉強せえと。日本のね、歴史や伝統をね、ちゃんとお前、守れよって。日本は夫婦別姓こそが日本の伝統なんです。ね。保守と言ってる人は、夫婦別姓を強く推進すべきだね。うん。日本の伝統を破壊するやつは、極左革命派やね。最近や。<laughs> あと今日何時がいましたっけなんかもういつもね、先週はお葬式の話になっとったしね、今日はこんな細川正とがどうたらこうたらというね、全然光る君へと関係の話になってしまって。うん、今日の光る君へからあと何かですね、テーマを探すとすると、え、えー、っと、カンムリは古代中国が最近から伝播されたと言われていて、 フリージア帽の派生とも、住民を表して奴隷身分でない証拠だったようです。あ、帽子、冠というのは、住民なんか。あー、なるほどね。そっか。さっき、荘園のね、動画作ってと言ったでしょ。で、 あこれ光る君と何な関係あるかやったらね、モズヒコさんと乙丸さんって出てきますよね。彼ら身分なんやねんっていうね、話なんですよね。日本の百姓ってこう住民なんです。ヨーロッパの荘園、えー、の濃度は、あれは荘園から出ていくことできないですからね、住民ではない。だから濃度って言うんですけど、日本の百姓をね、住民でね、 税金滞納さえしてへんかったら、どこでも、まあ、この商品嫌やから他の人に移ってできるんですよね。うん。で、下人っていうのがいて、下人っていうのは身分を金で売っちゃった人なんです。かこれ売買されるんです。まあ奴隷ですね。でも日本の下人って面白いのは財産は持てるし。で 自由身分を売っちゃったわけだから、売っちゃったものは買い戻せるから、<laughs> 買い戻したら、芸人から自由身百姓に戻れるそうです。うん。ちなみになんか値段100万円ぐらいらしいですけどね。普通の芸人やったら。で、おとまるさんとか、もずひこさん、あの人たちは身分なんなんだろうな、とかってね。うん。話がありましたけどね。うん、探偵内藤ス,スクープの中で、 叩いて、かぶって、じゃんけんっぽいで、性を決めた夫婦がいます。やっぱりか。<laughs> 私の友達にもいますね。じゃんけんで決めた人がねうん。うちはね、娘がね、プロポーズされたときにね、性は変えへんって宣言してね。<laughs> で いや、もう別に、男の子の方がね、いや、性変えるだけで結婚してくれるんやったら、その方、OK、ー <laughs> んなもん OK や、とか。いろんな人います。<laughs> うん。だから、こんなんね、むちゃくちゃね、こだわる人もいえばね、こだわらない人もいて、いや、実は私もね、たまたま、えー、っと、嫁も性が一緒やったからね。 変えられませんでしたけど <laughs>。いや、松本としてあんまりかっこよくないから、なんかかっこいい性の女の子と結婚して性変えたのかと思ってたことありますよ。うん、どんな性がいいかなかっこいい性ね。何がいいかなよう <laughs> 分からへんけど。うんで。性なんて本当変えられる方、いや、名前も変えられるように、これもできたら変えられる方がいいよね。うん。ちょっと気分一新で。 あの、言語を変えるみたいにね、昔天皇がね、うん、ちょっと意識分して、ね、言語を変えるか、元気にしようか、とかね、信長がね、元気な紙にしましょう。やったら、これもね、よし、ちょっと、松本ちょっと気分悪いな、うん、高松に変えようか、って。<laughs> で、次松山に変えようとか、とかね、うん、まあ次は徳島にしようか、とか、ね、<laughs> こうやって、 うん、変えていくなんてのも悪くないなと思ったりなんかしますね。名前の方を変えるもんね、どん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 ね。家父長制って明治以降の話じゃないですか。江戸時代以前は案外女性は生まれているほど縛られたわけじゃないと聞いたことがあります。うん、そうなんです。明治以降の話なんです。 だから帝国主義、帝国時代の話なんです。だからね、今私たちね、帝国がやったことをね、日本のね、伝統やと錯覚してることが要素あるんです。うん、だからつくづくね、帝国っていうのは変な時代だったと思いますね、うん。あの帝国がいいって思う人ってどんな人なんでしょうね。私なんかあんなね、 あかんじだあっかんと思いますけど、帝国の時代なんてもう最低は思いますけどね。長あ方がたに予算等しいんでね。<laughs> 国の富を無駄遣いしてね,これね。日本政府の中でも帝国って、あかん政府の筆頭の方にあると思いますけどね、うん。あの帝国にノスタルジーを、ノスタルジーを感じてる人がまた日本にいるよ、ねうんやで。 でもさ、1868年から1945年までこれが77年間が帝国ででこれに77足すと2012になるんで2012年をもって日本国は帝国を抜いたんです。 だからね、帝国というのはもう日本史の中で、まあ奈良時代ぐらいの長さのね、時代として、まもなく帝国時代ってね、時代がついて、うんあの頃はいろんなことありましたね、っていう風になるんじゃないですかね、歴史的にはね。なんか、男女同性や、とか言ってね、なことしたらしいですよ、とかね、徴兵制あったらしいですよ、とかね、親子なでに、 侵略戦争を行って <laughs>、で、帝国滅亡したらしいですよ。というようになるんじゃないでしょうかね。いや、しかし、日本国時代もどうかな日本国時代もね、頑張って、ジャパーズナンバーワンって言われてんやけど、それから30年ほどで急速に没落して <laughs>、で、まね、今、急速に衰えてますもんね。 我が日本国はね、うん、これから盛り上が無理やばい、無理、えっと、改正へんかったら、日本国も、初めよくて、うん、戦争の反省のもとに、平和国家として頑張ったんやけど、で、大成功したけど、ジャパンアツナンバーワンと言われて、そこでね、調子に乗ってね、ほ <laughs> んで、その後、急速に衰えました、っていうふうに、総括されるようになるやもしれませんね。うん まあ、そのこと私は生きてないけど、皆さんはどうでしょうね。うん、生きておられますかね。日本国の、えー、行く末を最後までね、見つめたいという気持ちもありますね。うん、僧侶は、不知火委員会の仮立を除外するので、日本はできませんでした。えー、そうに例に従えば、破壊すると漱石を剥奪されます。 道長のこの頼長は主導で有名だったんですね。うん。寄長。頼長ってね、誰だったっけ頼方やったっけねあ、じゃ道長のこの寄長。 これあの、ごめんなさい。ああやて間違うとってた。あの、ただの弟の頼長ね。うん。と間違ってました。道長頼長じゃないです。ただみのこの頼長は有名です有。有名というかね、彼なんか日記ありましたね。何だっけ藤原頼長の書いた日記。あれドアれレした。<laughs> あの日記ねあの、何々君と今日は、 ラブラブやったって書いてあるんです。うん。普通ね、書かないんです。っていうのは、あの、そんなん当たり前やからね。当たり前すぎて。何々くんと今日は仲良かったってことは、そんなこと別に書くまでもないことなんで。だけど、頼長くん書いてるんですよね。だから、頼長くんのあれはボーイズラブの聖典と言われているんですね。その中に、確か源頼方くんと今日はラブラブやったって書いてあってね。 だから、手動を研究する人は、うん。でもこれってね、外国から来た人にはね、大変珍しくてね、外国からね、日本にやってきた人で、ね、まあ、当時は中国や朝鮮半島がら渡ってくるんですけど、彼の、うん、たちはもうなんか面白いな、日本はって、ねうん。もう若い男の子が若い女の子と見間違うような服を着てね、<laughs> でラブラブや、あいてね。 なんて面白い国だろうって。あ <laughs>、大器、大器、そうそうそう、大器。大器ってのはあの、BL の人たちの聖典ですね。うん。ほんで、いつ、あの、禁止になったかというと、明治になって、日本が、 BL, BL やということが、欧米諸国に知れ渡りようになって、これはいかんということで、明治政府がやめろって言ったらしいですね。うん。明治の官軍たちって、あの、江戸時代から活躍してますから、彼らはみんな BL ですね。で、これやめよう、なったんで。そういう点でも帝国ってやっぱり、ちょっと変わってるんですね。うん。大化の改新以降と、 明治維新以降と似てますね。似てます。何が似てるかというと、中国という先進モデルと、欧米という先進モデルと考えた、当時日本が先進モデルと考えた中国、先進モデルと考えた欧米のシステムを、 日本に合うかどうか気にせず導入した。という点で似てます。うん。海進政府と欧米政府はね。うん。あ、頼長の父はタズダね。そうそう、タズダねですね。うん。現実にね、大手へのに入れたっていうのはね、あの、大河の関心の時ね。 例えば、道ね。山陽道ってね、あれ、幅10メーター近くあるんですかね。あんなもんビューっとね、一直線に引っ張ってますけどね。あんな道作ったって。日本、車ないのに。あ江戸時代だと馬車とかですけどね。ないのに、そんな道作ったって交通量ないのに、って。幅10メーターのね、道なんてね、次日本が作るのは、 私が子供の頃、1950年代になって、車が増えてきて、やっと幅10メーターを超える道が作られ始めたんで、私がね、子供の頃ね、国道2号線をね、作ってました。<laughs> 私が小学校の頃ね、国道2号線。うん、こんな、今度、えっ、ー、と、片側1車線の2車線道路ね、今度こ、 すごい道ができるんやーってね、いや、アメリカみたいや <laughs> 日本、太平洋戦争の頃の今でいう国道2号線なんて、江戸時代の西国街道ですからね、車一台がようやく橋ぐらいの道しかなかって、ようそんな道でハイウェイやアウトバーンの国と戦うわって <laughs> 思いますけどね。 だから、太平洋戦争中の日本の国道2号線、より奈良時代の山陽道って広かったんです。すごいでしょえそんなんね、<laughs> いらんのに引き寄るんです。で、いらんからすぐに廃れてね、山陽高山陽道というのは。うん、というふうに、 実態に合わなくても無理やり導入したというところが似てますね。大化の改新から後の中国被れの日本と、それから明治維新の後の欧米被れの日本とね。うん。似てます。明治までは銭湯は混浴が普通でした。今はすごく厳しいですね。そうですね。うん。江戸時代、結構、 いろんな点で、今から見ればね。うん。あの、その辺はルーツでしたね。うん。江戸時代ってね、なかなか、うん、面白いんですよ。私ね、江戸時代でね、を勉強しててね、一番感動したんでね、生類哀れみの例ですね。生類哀れみの例ってね、あれ、私ずっと誤解してましたけど、 あれって、人を大事にせえという命令なんですね。あ知らんか知らんかった。そのままの時はね、もう一瞬感動しました。君たち、犬でもな、助けたるんやからな、当然な、人間助けたらあかんやろうっていう。あ、なるほどと、そうかと。犬ごときでも助けたるんやから、それは困った人を助けたらあかんやろうっていう。あ、これが綱吉の、踏んでないと。 だから類哀れみな,いな人間なんかは最も大事な生類ですからね。だから生類あれみの例が出てからね、困った人を助けましょうということになったんだらしいです。江戸時代って本当ねあの、調べれば面白いことが出てきますね。うんそれから 帝国ってのはあんまり面白いもないですね。うん。それぐらいかな。今日の話ではね。うん。まあ、だいたいこれで100分ぐらい喋ったのでね。今日はこれで終わりにしましょうか。はい。ではまた、あ、でもあの、最後に、あの、少子さんやってる俳優、あれ、なんて人ですか あの、ぼーっとしてる俳優。あの子、敵役やね。<laughs> あの子を連れてきた NHK、えらい。何歳か分からへんけど。あれ、今、12歳の少子を演じてるんでしょうん。12歳に見えるような見えないような <laughs> 俳優さんですけど。 穴俳優さん、今度まで名前調べとこう。ということで今日は終わりにしたいと思いますね。また来週。えー、よかったら来てください。では、失礼します。